厳しい暑さが戻ってきた今日の県内、梅雨明けはいつになるのか。昨日までぐずついた天気が続いていた県内は今日高気圧に覆われ各地で夏空が広がりました。日田市では全国3位の暑さの最高気温 35.6 度を観測し猛暑日に。竹田市で 34.3 度、豊後大野市犬飼で 34.2 度を観測するなど、県内8カ所で真夏並みの厳しい暑さに見舞われました。いや、とても暑いです。はい、急にこの暑さだと体調崩したりとかしそうな感じで、はい、雨が上がってというところなんで、ちょっと地名じゃないですけど、じりじりというかっていうような感覚ですんで。暑いのは動物も同じ。大分市の高崎山自然動物園では猿たちが寄せ場のプールで水遊びをしてひとときの涼を楽しんでいました。入りたいな。ねえ、入りたいね。楽しそうな顔してる。水浴びしてる姿見てるとこっちも涼しく感じます。入りたいですね。もう帽子の中汗びっしょりですよ。県内は明日大気の状態が不安定となる見込みで、朝から夜の初め頃にかけて激しい突風や急な強い雨に注意が必要です。